1300年頃のブラウンシュバイク。視聴者、ハインリッヒスコブラウンシュバイクは、ドイツの都市。ニーダーザクセン州の代表的都市であり、人口25万2768人は、同州において、州とハノーファーに次ぐ。町の名前は、ブルーノの村の意味。ハルツ山地の北方に位置する。土地は肥沃であり、農業が盛ん。交通の要所でもあり。 商工業も発展している。近隣の都市としては、約25キロほど北東に位置する、ボルフスブルク、40キロほど南西に位置する、ヒルデスハイム、55キロほど北西に位置するハノーファー、などが挙げられる。EN、タイムラインオブブラウンシュバイクブラウンシュバイクの歴史も、参照ブラウンシュバイクの起源には、明らかな記録はなく、伝承では2つの集落が合併して始まったという。 一つは861年に大川ーー側の片側に、ザクセン王ブルの一世が開いたとされる集落。もう一つは、伝説の貴族ダンクバルトが置いた集落という、ダンクバルターローで上は19世紀に再建された。この都市は旧称を、ブルンズーイクといい、人名のブルノと、定置ドイツ語のウィクの合成語である。ウィクとは、商人が滞在したり物資を保管したりする場所を指す、ことから、 ウォーカー側の渡し場として遠隔商人の定住に最良の場所を意味するという。また別の説は森林を焼いて開墾したという故事を引いている。ブルンズーイクの名前が最初に現れるマグニ教会の文書は1031年に記された。今日、教会はマグニ地区の中心としてアルティンウィークの旧ワイクッセル地区に立つ。中世においては、 神聖ローマ皇帝と争ったハインリヒシ公の拠点であった。ブラウンチュバイクはヒルデスハイムとマクデーブルクをつなぐ東西に走る重要な街道とゴスラルとリューネーブルクを結ぶ南北に走る重要な街道の結節点に位置し、水上交通も利用できたので交通の要衝であった。1250年にはハンザ同盟に加盟している。ハンザは構造の異なる。 経済地域の間を仲介することを存在の基盤としていたので、都市に固有な輸出手工業は二流の役割を演じていたに過ぎないのだが、例外の一つがブラウンシュバイクであった。ブラウンシュバイクは通称ルートの上で一段と良好な位置を占めていたおかげで、鉱山都市ゴスラルで営まれていた銅を加工し、真鍮を生産する輸出手工業を引き寄せた。 1400年頃の人口は約1万7000人に達し、リューベックに続きたドイツ第二の大都市であった。15世紀には帝国都市並みに帝国議会に招待されている。ハインリッヒ思考の子孫が治めたブラウンシュバイクリューネブルク公国ではリューネブルクと並ぶ主要都市であり、17世紀よりブラウンシュバイク公国の都となり、第一次世界大戦後は、 ブラウンシュバイク自由州の州都であった。中世由来長く保存されてきた、極めて多数の生族の建築物は一部を除いて1944年から1945年にかけての空襲により破壊された。第二次世界大戦後、イギリスの占領統治を経て、ニーダーザク選州に属することとなった。ブラウンシュバイクの人口は252,768人で、あり、 25歳から34歳の若者にとって、ドイツの最も魅力的な20都市の一つとされたことが、若い住民の流入に結びついている。2015年の統計によると、住民の半数にあたる12万6379人がキリスト教以外の宗教の信者、または、無信人であった。キリスト教とはプロテスタントが9万1785人、ローマカトリック教。 と三万四四千六百人である。また同統計により、ドイツ国籍を含む全住民のうち二十五点六パーセントにあたる六万四千七百三十七人に移民出身という背景があること、その十点二パーセントはドイツ国籍がないとわかる。以下の表に国籍がドイツ以外の住民の人口をまとめた。旧市内の中心部は車両の侵入を禁じた歩行者専用ゾーンに、 指定ブラウンシュバイクの高速道路と国道高速道路が2系統通り A2 号線はベルリン、ハノーファー、ドルトムンドー A39 号線はザルツギッター、ボルフスブルクを結んでいる。市道は第二次世界大戦後自動車の普及を予測して整備され、概ね道幅は広い。市内に数箇所カープールが設けられた。市内の移動を自転車で済ませる市民は多い。 車道と歩道に挟まれた自転車専用車線がくまなく、張り巡らされ、鉄道に乗り換えるには、ブラウンシュバイク中央駅の広い自転車駐輪場を利用する。ブラウンシュバイク中央駅は、フランクフルトとベルリンを結ぶドイツ国鉄幹線の駅である。発着本数は多く、ローカル線の他都市急行線、超特急列車のアイスが停車する。ブラウンシュバイク市電も、 参照の利合い馬車の区間図路面電車の路線図路面電車は、総運行距離 39.6km、手頃な運賃で利用できる市民の足であり、その75%が伏線である。共同運行の路面電車とバスの一日券が利用でき、また、ホテルと契約して、宿泊期間は乗り放題の乗車券を発行する。運行開始は1897年。 主な交通手段であった乗り合い場所のシステムから近代化と整備を続けた後、1960年代以降は自動車交通の混雑対策が優先されて、区間の縮小と路線廃止が進む。1990年代には近郊と都,都心部を結ぶ路面電車と国鉄の連携を目指す地域ライトレール計画が立ち上がる。すると、ヨーロッパの鉄道あるいは路面電車には、 珍しい 1100mm 軌道に国鉄車両の乗り入れを想定、いくつかの区間で第三のレールの付設を進めながら並行して低床車両を導入してきたのである。2007年には 3.2km 延伸。しかし都市計画を担当するブラウンシュバイク地域協議会は2010年計画の凍結を発表した。運行会社のブラウンシュバイク路面電車会社。 ブラウンシャバイガバーキアーズエジは、路面電車5系統に加え、バスの便も走らせている。路面電車の一番ブラウンシュバイクボルクスブルク、空港は、市の北、ハノーファーとマグデーブルクの中間に位置する。1930年代に建設されたドイツ空軍の施設に始まり、また、ドイツのグライガーの本拠地である52 19 10 33、e。52度 19N10 度 33E、52.317度、 N10.550 度 E。標高90メートル。この空港にはドイツ連邦航空局が中枢部を構え、また地元のブラウンシュバイク工科大学は航空宇宙科学研究所の研究施設を置いている。で、ホフンブラウンシュバイクも参照ブラウンシュバイクでは川を使った水運が発達し、引き込み線を使った水運と鉄道輸送との連携により、近隣の工業地帯、 搬出トラッサ及び、ヒースフェルドとの流通を支えている。貨物取扱量は、年間77万8445トン、港と連携する輸送手段の内訳は、鉄道3万8073トン、トラック6万 2633TU である。旧ハンザ同盟都市として何世紀にもわたり、流通のようを務めたブラウンシュバイクは、オーカー側とアラー側、 ベーザー川を結ぶ水運の活用に努めてきた。西暦1000年には市街地を流れる大川ーー川に川港が開かれて貨物の積み下ろしと輸送の拠点があったとされ、1227年の文書にはブラウンシュバイクとブレーメンを行き来する水運が述べてある。しかしその後、国内の正常不安や1764年の河川をめぐる争いが原因で川港としては徐々に 20世紀に入り、ライン川とベーザー川、エルベ川を結ぶ、ミッテルラントンガの掘作が計画されると、特にブラウンシュバイクでは大きな関心を集めた。ミッテルラントンガと高速道路のベルリン、ドルトムント線が交わる市の北部に、1930から1933年にかけて、港湾施設が置かれる。ただし、1938年に、 マクデブルク近郊まで運河が完成する以前、ブラウンシュバイクで、入受けされた貨物は、ドイツ国内西部への輸送に限られていた。1945年の敗戦後も、港湾の機能は損なわれず、むしろ戦後の復興によって、取扱い量は拡大する。ミッテルラント運河1964年、大型船舶の航行を受け入れるために、ミッテルラント運河の拡張工事が始まると、 ブラウンシュバイク港でも1970年代に並行して港湾2カ所を拡張する。それぞれ幅20メートル、深さ4メートルで、長さは300メートルと100メートルであり、2001年には総面積3万3000平方メートルの近代的なコンテナターミナルが完成。船着き場とその周辺もそれぞれ現在の長さに拡張した。運河の拡張工事の完成は2004年。 エルベ川とは、マグデブルク郊外のワサースストラセンクロイスで接続する。東ドイツとの国境が1989年に開かれるまで、エルベ川の水位に合わせる拷門を管理する、ブラウンシュバイクは、ベルリンへ向かう東西ドイツの水運を一手に引き受ける、国境の貿易港であった。しかしながら、東西合併により重要拠点の地位は失われ、港にあった船会社及び、 倉庫会社も減少。そこで公安局を再編して公社化。現在は、インフラとしての公安機能を管理しつつ、物流サービスまで一括して、運営、鉄道引き込み線を活用して、ヨーロッパ各地と港を結んでいる。2015年、ドイツの週刊経済誌、ビルトシャフツボヘは、ブラウンシュバイクをドイツにおいて、最もダイナミックな経済空間の一つとして挙げた。ブラウンシュバイクは、 ドイツ北部の工業化の中心の一つであった。19世紀と20世紀初頭、缶詰と鉄道産業、砂糖生産がブラウンシュバイクの経済で非常に重要であったが、自動車産業といったその他の分野がそのうちより重要となり、特に缶詰産業は第二次世界大戦後に主から消え始めた。かつて存在したトラックバス製造会社ビューシングの本社は、 ブラウンシュバイクにあった。現在はフォルクスワーゲン、シーメンス、ボンバルディアトランスポーテーション、ボッシュなどの工場がある。ファッションレーベルニューヨーカー、出版社ベスターマンフェルラーク、ノルトツッカー、フォルクスワーゲンファイナンスサービス、フォルクスワーゲン銀行はブラウンシュバイクに本社がある。ホクトレンダーとローライはブラウンシュバイクに本社を置いていた。 1980年代と1990年初頭、コンピュータ企業あたりとコモドールが開発生産部門を置いていた。ブラウンシュバイクは高品質のピアノで、世界的に有名な二つのピアノ会社シンメルとグロトリアン・シュタインベイクの発祥の地である。どちらの会社も19世紀に創業された。加えて、サントベルク・ギターズもブラウンシュバイクに拠点を置いている。数学者。 カール・フリードリ・ヒガウスの出身地としても知られるブラウン・シュバイクは1989年に数学オリンピックを開催。また、ドイツ最古かつヨーロッパで2番目に古い工科大学である名門のブラウン・シュバイク工科大学を要する。最も重要な博物館はアントン・ウルリ飛行博物館である。ドイツ最古の博物館であり、 一般公開の博物館としては、世界で3番目に古いものである。レンブラント、ルーカス・クラーナ派、ジョルジョーネ、フェルメール等の作品や、ドイツ中世最大の、ミンネゼンガー・バルター・フォンデア・フォーゲル・バイデが奉仕した、ことのある神聖ローマ帝国皇帝夫を4世、ゆかりの品々ナナなどを所蔵する。また、歴史博物館のブラウン・シュバイク私立博物館も、魅力的で、同志の芸術、 文化の歴史に関する27万点を超える文物を所蔵している。指摘リアリズムの作家といわれるビルヘルムラーベは1870年以降亡くなるまでこの地に住み創作に没頭した。ドイツ発のサッカー競技規則、アイントラハトスタディオン競技場、フォルクスワーゲンハール室内競技場をブラウンシュバイクには、それぞれの種目でドイツ発のスポーツ、ハンドボールの MTV ブラウンシュバイクは、 市内最古のスポーツクラブでセミプロフェッショナルリーグ3部所属。アイントラハトブラウンシュバイクはサッカー分で3が創設時のチームの一つで、1967年には鉄壁の守備でリーグ優勝を成し遂げた。1988年には元サッカー日本代表の風間八博も在籍していた。しかしその後は低迷を続け2004年から2005年の 地域リーグでは高成績を維持、同州のオスナブディックなどとの昇格争いを経て2部への復帰を果たした。ブンデスリーガ2部と地域リーグの入れ替え戦をたびたび迎えながら熱い、ファン層に支えられている。このクラブはいくつもの有力な競技チームを育てており、フィールドホッケーの女子チームは1965-1978年の間に9回全国優勝を達成。アイスホッケー。 フィールドハンドボール、水球でも全国一、二の競合チームを擁してきた。本拠は、アイントラハトスタディオン競技場に置く。国内初のサッカーの試合が1874年に、この都市で開かれたというエピソードは、2011年、ドイツで映画化された。イギリス帰りの教師、ウィルヘルム・カール・ヨーハン・コンラート・コッホが、サッカー競技規則をドイツ語に訳して、 自分が教えるギムナジウムの生徒たちに対戦させたのが始まりとされている。2000年からフォルクスワーゲンハール室内競技場を本拠地とするバスケットボールローエンブラウンシュバイクは国内プロバスケットボールリーグ一部のバスケットボールブンデスリーガに所属する。詳細はブランズウィックを参照カナダのニューブランズウィック州の旗、カナダなど世界の旧イギリス領植民地の国々に ブランズウィックという地名がある。ドイツのブラウンシュバイク氏の旧称、ブルンズウィックから発音を引き継いだもので、18世紀からイギリスを治めた、ハノーバーさが、ドイツのブラウンシュバイク・ルーネーブルク家の流れを組むことから、来ている。アメリカ合衆国イギリス・オーストラリアスロベニアチリ、新ブラウンシュバイクを意味する地名もある。ブラウンシュバイクの鉄道馬車事業を主導した。 イギリス人ギンシ・ジェームズ・レスリー・ウェイカーが 1100mm 軌道を採用。当時、ロンドンの鉄道馬車の規格を採用した。1970年代に建築した2カ所の船着き場の港湾設備は35トン用クレーンを含み、コンテナブリッジの重量制限は50トン。液体貨物用荷揚げ設備、鉱物油用ポンプ設備を配置した。総面積63ヘクタール。 船着きバイコール、パラレルポート1、全長550メートル、全幅70メートル、推進3.5メートル。パラレルポート2、全長100メートル、全幅20メートル、推進4.0メートル。コンテナターミナル、全長500メートル、全幅20メートル、推進4.0メートル。鉄道引き込み線、3万5000平方メートル。重量荷物取扱区域。 延べ 15km、トラックヤード2.500平方メートル、トラックの規格60トン、実際に1875年に発表された最初のドイツ版競技規則はラグビーの形式を残しており、ドイツでフットボールアソシエーションの競技規則が普及するのは1900年以降、ありがとうございます。